東山都市立第六小学校は東京都東山都市にある公立小学校。1969年4月1日、山都町立第六小学校として開校。5月1日を開校記念日に定める。11月30日に新校舎が完成し、12月4日に移転する。1970年4月1日、PTA が発足。五月十日には、 鉄棒や運転、砂場などの屋外体育施設が7月27日にはプールが設置される。1970年10月1日、東山都市の市政施行により、校名を東山都市立第六小学校に変更。1971年3月25日、交渉が制定される。3月31日、体育館が完成。 10月20日には校舎20の普通教室と理科室、図書室が増築される。1972年4月1日には飼育小屋や観察地が設置される。1974年2月18日、校歌制定。8月15日に普通教室と図工室、音楽室が増築される。11月10日には岩石園が完成。 1975年7月25日には、校舎北側に水田を設置。1977年3月31日には、給食指導有料校として、文部大臣賞を受賞する。1978年10月8日、後期完成。1992年9月12日、第2土曜日を週休日と四終5日制を採用。2002年4月1日には、 完全週一日制に移行した。2016年現在の本校の校区は以下の通りである。ありがとうございます。